高いところから見ると、この村が山から滑り落ちたのがよくわかります。下の方では救助隊が今日も捜索をしています。けれども不安定で危険です。また余震が起きれば、瓦礫が下に滑り落ちるかもしれず、みんな近づけません。家財道具を探そうと戻ってきた住民を消防士たちが手伝っています。フランチェスコさん一家は全員助かりました。けれどもわずかな持ち物しか回収できません。家はもう住める状態ではありません。この家で家族や友人とたくさんの楽しい時間を過ごしましたとフランチェスコさんは話してくれました。けれどもこの土地にはもはや人気も笑いもなく、ただ不気味な静けさが広がっています。数百年の歴史が、思い出がかき消されてしまいました。巨大な鉄の玉がペスカーラ・デル・トロントを直撃し、すべてを粉々に砕いたかのようです。ここには130人が住んでいました。少なくとも20人以上が死亡しました。マウリツィオさんは犠牲者の多くと知り合いで、祖母を訪ねてくるたび毎日会っていたそうです。みんなしょっちゅう顔を合わせていた人たちです。大事な友人です。何人かは亡くなりました。大惨事です。上から見るとペスカーラの古い部分、丘の下の部分が崩壊したのだとよくわかります。丘の上の新しい家に住む人たちは助かり、下に住む人たちが犠牲になりました。地震発生から17時間後には奇跡の救出劇がありました。10歳の女の子ジュリアちゃんが瓦礫の下から引っ張り出されました。救助隊が救出に成功したのです。それ以降生存者は見つかっていませんが、少なくともまだ2名が行方不明のため捜索が続いています。救助隊員の一人は、これ以上生存者がいる望みはほとんどないと語りました。村はトランプの家のように倒壊しました。建物の石をつないでいた砂はボロボロと崩れ、再建はほぼ不可能にも見えます。消防士のアントニオ・ペルジーニさんです。同じ町が再建できるとは思いません。いいえ、つまりこれで終わりだと。はい、そう思います。そうじゃないといいですが、見ての通り現実は希望と違うので。そしてここの現実は無常です。村が一つ壊滅し、未来が奪われました。BBC News, Pescara del Tronto.